ふざけんじゃねえよ、マジであの今日ね、こう見えが敗北しました。まあ、何があったかっていうと、まあ今日のね日本時間、まあ、昨日か、あの8月16日の,あの日曜日、日本時間の午前中にね UFC の,のヘ,ビヘビー級タイトルマッチっていうのがあったんですよ。UFC っていうのはねあの世界で一番 大きい総合格闘技の団体でしてでそこで一番重い階級がヘビー級なんですよまあ、すなわちそこで勝てばもう世界一の男を名乗れるっていうぐらい本当と重要な対決があの行われたんですよで僕の大好きなねあのダニエル・コーミエ選手がいるんですけど、はい、僕と同じ名前のコーミエっていう、はい、でその選手がねミオシッチと戦いましてねあのヘビー級王座をかけて、うん、まあ、結果から言うとね まあこう見えがね惨敗しちゃいましたいやーもう非常に残念ですわ応援してただけありましてねほんとショックでねまあ実は言うとさっきね履歴書を書きながらあのこの結果知ったんですよ動画見てうんもうちょっとまあいろいろねちょっと経歴とか書きながらちょっと僕就活中っていうのもありましてねでもう、うん、動画見ながらあの書いてたらねちょっとこう見えのね、うん 負けたシーンってのをね目の当たりにしちゃいましてねもう動揺してさ書き間違えちまったじゃねえかよもう勘弁してくれよあのさもう履歴書ってもう枚数書き投げてんだよ俺さ6枚ぐらいしかないからさもう今日でさ3枚ぐらい間違えちゃってさうん もう残り3枚しかないんだからさ、今からまた書くんだけどさ、もう本当にやめてくれよっていうね、あーもうコウミエも敗れるしさ、もう最悪だよ、まあ、本当に今日いいことねえわっていう、はい、まあ、それは置いといてね、あの残念なお知らせがもう一つ、あのこのダニエル・コウミエ選手がね、なんかどうやら引退するかもしれないっていうね。 あの試合前にもともとこの試合を最後にするみたいなことをね明言してたんですよ。まあ孔明選手ね、あのもう41歳なんで、結構年いってるんで、格闘家としてはね、はいまあ、引退してもおかしくない年齢なんですよ。うん、いやーもうこれも非常に残念でね、はいで、なんか <laughs>、うん、なんなかその孔明選手をねなんか誹謗中傷してるやつらがね、まあ何人か、てか何人も結構いましてね。はい、あの まあなんか戦いの間でさこのこう見エっていうのは何だろう過去にもなんかアイポークっていう目つぶしをしながらちょっと戦ってたってことがありまして、まあ、もちろん恋じゃないと思うんですよ。うん、その 戦いいのの流れで目つぶし,しちゃううっていうあのまあ、もちろん目つぶしっていうかあのこのこ指を目に当てるっていうのは反則行為なんですけどやっぱ総合格闘技って何でもありなんであの殴る蹴りだとか掴みに行くだとかさそのグラウンドの攻防とかって。しかもこう見え っていうのは本当グラウンドでの戦いがすごい得意でレスリングとか強いし、まあだから掴みに行くっていうのが本当得意な選手でもあるんで、やっぱねその流れ掴みに行く流れの時に目を入れちゃったっていうまあこまあことがね結構あったんですよ。で今回あのミオシッチとのヘビー級タイトルマッチで。 まあ逆にアイポーク、まあ、目つぶしね、されちゃいまして、うん、今までやった、報いだ、みたいな、ざまーびろだとかね、言ってるやつらがね、もうたくさんいてね、うん、お前の時代はもう終わっただとか、こう見、ん、え引退しろだとかね、そう、言ってる格闘技ファンなのか知らねえけどさ、いるんですよ。うん、お前、こうミえのさ、人柄の良さとか知らねえからそういうこと言えるんだろう、うん。まあもちろんさ、目つぶしは良くないけどさ、あの、 見明、まあ、ね、本当、性格も良くてさ、もう喋りも上手くて、あの解説としてでも、解説としても本当に優秀でしてね、あのジムとかでも、本当、いろんな教え子から、もう、孔明選手、最高だとか、そういった声も結構多くてね、本当、親切なんですよ、丁寧、教える時も本当に、子供たちだとかね、他の選手とかに教える時とかも、本当に親切で、で、なんかもう、本当に仲間思いで、仲間が負けた時は、もう、仲間のために泣くだとか、本当。 もう、好意的に、その、目つぶしをするようなね、選手じゃないんですよ、マジで。うん。ちょ、マジで、もう、引退しろだとか、言うの、やめてもらっていいっすかうん。ほんと、う、ほんと、悪い選手じゃないんで、こう見えは。はい。まあ、というね、まあ、僕の愚痴みたいなもんでした。はぁ。ちょっと、履歴書、書き直さなきゃな。